はい、どうも百均です。今回ワッツに行ってきました。今日気になった商品こちらになります。光るライトニング、こちらがね、価格が税込み440円の商品になってます。ライトニングケーブルなんですけども、ここにも書いてあるように光るらしい。まあ、どこが光るのかがまあ気になったりしたのと、どんな感じに光るのかっていうのも気になったんで、価格もね440円ということで、値段も安かったんで買ってみました。一応充電と転送両方使えるとなってたんで、どんな感じなのかちょっと試してみようかなと思って買ってみた感じですね。最大出力、これは 2.4 アンペア、ケーブルは2メーターということで、結構長い感じなんですね。PPE 素材使用ということになってます。で、これね、なんか充電完了をライトでお知らせということで、充電中と、まあ完了した時で、なんかライトがね、どうもこの辺りのね、ライトが変わるみたいです。まあちょっと光るという点で買ってみた感じですね。発売元が斉藤コーポレーションさんですかね。ということで、ここ見ると、対応機種は iPhone 13 Pro からまあ、大体の、ライトニングで使える機種、iPhone、iPad っていうところですね。対応機種、2021年10月現在のものですということなんで、まあ、商品自体はね、もう2年くらい前に出てた商品のようですね。これでいくと。じゃあ、早速、中開けて、実際試して見ていきたいなと思います。借金。中開けますとですね、まあこういう風にケーブルだけ、これが入ってました。これ見てもらう通り、まあちょっと画面映らないですけど、長いケーブルがあって、もう2メーターのね、まあかなり長いケーブルになってます。で、こちらが A タイプですね、差し込み口。で、こちらがライトニングでして、そうですね、特に向きが決まってるっていうこともない、もうごくごく普通のライトニングケーブルのようです。ですね。で、これね、多分どこが光るのかなんですよね。一応まあ作り自体も、このあたりもね、そんなに雑な作りっていう感じは特にないですね。まあ、ケーブルも長いということで、まあ2メーターなんでね、ちょっとかなり長いですけど。じゃあちょっと実際に充電のね、やっと試してみましょうか。いつも使ってる測定器があるので、まあ、モバイルバッテリーを通して、なんか見たらですね、こんな感じで、今つなげたらね、ライトがついたんですね。はい。今、iPad にね、ちょっとつなげてみました。するとまあ数値はこんな感じに出てますね。まあまあ、充電器にね、まあ、モバイルバッテリーに今挿した状態。ただただ挿したら、こういう感じで緑のランプがついてます。説明書を見る感じでいくと、この緑のね、ランプがまあ充電完了状態ということですね。まあだからこれ今繋がってないんで、こちら側ね。多分そういう系統の音ということなんだろうと思うんですけど、まあ今緑のランプになってます。で、試しにね、これiPad があるんで、ちょっとこっちに挿してみますね。そうすると、充電器、青色になってます、こちら。はい、これが充電中ということみたいですね。本当かな？完了したら変わるのか？どうですかね？今ね、iPad 自体はね、充電 100% なんで、まあ、これが色が変わらないと本来はおかしいんですけど、どうなのかな？ちょっとこの本当に充電が完了したら緑になるのかっていう点がちょっと疑問が残るものなんで、どうしようかな。あ、変わりましたね。今緑になりました。ってことはやっぱりね、若干何かあったんでしょうけど、まあ、100%、この iPad 自体はね 100% だったんで、まあそれが100、実際になったと思う形で今色が変わったので、まあ、色が変わったんで、実際これで、やっぱ緑色でもう充電完了してますよっていうことですね。青色の時に、充電中という表示になるみたいです。という感じですね、これ。どうですかね。ケーブルのね、太さ自体は、まあね、長さはね、2メーターでね、まあ、測るのもあれなんですけど、まあ、ケーブル、そのものは、まあ、3、
3ミリぐらいのケーブルになってます。まあこのね、端子というか、ライトニングの端子の部分が約10ミリぐらいですね。はい。まあ、どうですかね。まあまあ、このランプ、ここのね、ランプの色だけ見たら、なんとなく充電がもう完了してるなっていうのがわかるという部分では、まあいいのかなというところですね。はい。あとはね、値段が、まあ2メーターのね、ライトニングケーブルで、まあこのタイプのライトニングなんで、そこまでね、値段も高くないんで、まあまあ、それなりに使えるのかなという点では、まあいい。ね、2メーター。ダイソーとかでね、この2メーターのものとかだと、ね、ちゃんと通信もできてとかになるとね、結構、ね、値段もまたかかるんですけど、ね、1000円ぐらいしますからね。これはまあまあいけそうな気がしますね。ということでいくと、これがなんかあとは、そうだな、どれぐらい出るか。この、急速充電対応のね、こちらにちょっと挿してみようかなと。はい。これで、ちょっと試してみようかと思うんですけど、これだと、そうか、こうか。今ね、挿しただけの状態が、まあ、この数値ですね。で、これさっきのように iPad に、iPad に挿しました。すると、まあ、数値的には、そうですね。まあ、これね、今 100% なんでね、これだからちょっと押すと、今みたいにね、ここ、ちょっと消費すると、青色になりますんで、でこれしばらく置いておくと、画面が消えたら、緑になりましたね。これでね、もう満充電の状態です。で、まあまあ数値も満充電になると、この測定器のね、数値も、このアンペアのね、ここの部分が、もう数値だいぶ減ってますから、まあこんな感じですね。まあそんなにね、速度的には多分速くないケーブル、急速充電とかにはちょっと対応してないかなという感じの数値かなと。あ、でもファースト PD になってますね。うん。はい。まあちょっとそういうね、光るライトで、まあこれぐらい、まあ充電してるしてないがね、ある程度このランプで把握できるのが、まあちょっと便利なのかなという程度の商品ですね。まあまあ値段も安いんでね、そんなにちょっとしたことには、まあ使えるのかなという。はい。データの転送も一応使えますからね。ただちょっと速度は遅いかなというふうに思いました。こちらがね、ジャンコードになります。はい。まあ気になる方はね、こちらワッツの方で売ってました。一応ね、ここにちょっと注意書きが一つあるんですけども、充電 100%、緑はあくまでも目安ですので、100% 未満でも緑点灯することがあります。また、緑色で表示が 100% でない場合でも充電されます。バッテリーを傷めないため、微弱電流となり安全面を考慮しておりますということで、一応は、まあ結構ちゃんとした感じで、制御が効いてるような感じの、まあ、ケーブルにはなるようですね。まあ、ポートに挿せば、まあ、そもそも光るという点では、ちょっとね、そこが不便かなと。まあ、できたら、挿したら、どっちかに光ってね。充電完了してたら緑に光ってて、まあ、充電中なら青っていうのがあれば、まあ、一番良かったのかな、ぐらいの感じにはなりますが。まあまあ値段も安いんでね、長さも2メーターありますし、まあまあ結構車とかでも使うのにも便利なグッズなのかなというふうに思います。この値段ならね、まあちょっと使えればいいかなと。はい。まあ断線もね、そこまで断線しそうな雰囲気でもないんで、まあまあ悪くないのかなというところです。じゃあ今回はこの辺で。また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。